7月19日金曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、まず電車の情報ですね京王電鉄の全線が緊急の電力点検の電力設備点検のため運転を見合わせていますあのー、京王線というとまあ本線と井の頭線と大きく分けてあるんですけれども今回はですね井の頭線も含めて本当に全線、えー、京王線京王新線井の頭線、えー、それから橋本まで伸びている相模原線ですとか高尾山口 に伸びる高尾線競馬場線道部前線と前線運転見合わせで運転再開の見込み立っていないということです、えー、それから小田急多摩線も停電の影響で、えー、前線で運転を見合わせています、えー、これですねあのー、情報が入ってまして 煙が変電所で出ているとでこれはあの小田急とそれから慶応両方確認したんですが両方の司令部ともこの情報を入手しているということですで場所はですね長山、小田急と慶応がこれあの並行して走っているところが一部あってですねこの慶応小田急の長山駅から、ま、多摩センターにかけてとていうのがまさに並行して走っているところなんですがそこの肝のところに長山変電所というのがありましてそこから煙がどうやら出ているらしいと。ーであのー これがですねここが本当に肝なのがですね、えー、実はこの変電所は、まあ、東京電力から電気を受けているわけなんですがでそのお電気、電圧を下げてで、えー、電車が受けられるような電圧で流していくっていう変電所なんですがここはですね小田急と慶応が共同で受けてでそれを各々の,の,の,の線路に流すというところなんですがここが影響を受けると小田急と慶応両方とも影響が出てしまうというところであります。でまああの ここから先っていうのはちょっとね状況次第になってしまうんですがあのいろいろかつても変電所火災というのはありましたで変電所の中にはあの蓄電池とかがあってですねでそういうところだとまず蓄電池を放電してからじゃないと例えば火を消すために放水をするとなった時に感電をして二次災害の危険があるということがあるんですしたがってです、ね、運転再開に時間がかかるあるいは運転再開の見込みが立たないというようなあ。 これ、えー、各社から出ているとういうことになってます。あのご利用の方は十分にいいお気を付けください。これここがまああの止まってしまうとなるとお中央線だとか並行するところにまた負荷がかかりますので非常に混雑が、えー、すると、えー、いうことが起こりそうであります。で小田急は多摩線のみになっているのはまあ、小田急は本線の方の変電所電気系統でこれ多分多摩線は まあ、駅の数が少ないんで、そこだけ切り離して、えー 電気を回すことができるんだけど京王の相模原線はあの調布から伸びてて橋本までって結構長いじゃないですかでそうするとそれも含めて全線で系統を組み立ててるとなると、うん、じゃあ相模原線だけを切り離した上でえで、ー、本線の電力系統をこの朝のラッシュのお電車がいっぱい走るところで負荷がいっぱいかかるのを安定させるだけのお系統が今多分まだ立て,て立てられてないんじゃないかなというようなことも思います。えー、いずれに 非常に時間がかかるということもありますので今日はちょっとあの沿線お住まいの方早めに出るなりあるいは早めにこう会社と連絡を取ってもう今日は遅れるぞとういうこともお連絡を取った方がいいかもしれませんえご利用の方ご注意くださいえ、情報入り次第またお伝えしてまいりますさあこの後8時ま満生放送です OK 工事アップさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各市が入ってきましたけれども今日は 昨日起きた全く痛ましい、えー、事件であります京都アニメーションの。 京都,府伏見京都市伏見区桃山町にある第一スタジオで男がガソリンをまいて火をつけ、えー、33人が亡くなったと京都アニメ放火33人死亡と読売新聞一面トップ同じアニメ会社放火33人死亡朝日新聞、えー、毎日新聞京都アニメ放火33人死亡と産経新聞東京新聞も一面トップで報じております。まあ、こうした社会的に重大 重大な事件が起こりますと見出しというものも黒地に白抜きで、えー、大きく出すというようなことになるんで非常にこう紙面としてもねパッと見た感じが物々しくなるんですが、えー、鉄筋コンクリート3階建ての,この建物全焼と。 お気圧性のガソリンで火を,をつけた玄関付近でガソリンを撒いてそこには螺旋状の階段もあったということでまあ煙突のような効果もあってあっという間に炎とそして煙が回ってしまったというようなことも報じられておりますまあ、これについて本当にたくさんのメールそれからツイッターもいただいておりますしまあ、この報道がなされ始めたまあお昼過ぎから昨日のですね、えー 夕方にかけてというのはもうツイッターの世界トレンドでもこれ、えー、共和に、共和に火災とか、えー、共和に放火、京都アニメーションというキーワードがもう並ぶとお世界で一を取るというのは本当大変な事件が起こってしまいました、まあ、まだ捜査中ということもあるんですが、えー、確保されたあこのガソリンを撒いたという41歳の男に関してはうーん。 名前が出ていないというのもあります。まあ、あの、警察発表こういった事件の場合は当然、まあ、元にしながら隠し、書くわけですけれども、まあ、その、ね、責任を取れるだけの能力があるのかとか、そういうあたりも含めて、まだ名前を出せるような段階ではないということになっているのかという感じなんですが、まあ、ただ、こういった事件が起きた場合には、まあ、まず、 こう名前を出すことで一体どういう人がやったんだというところはきちんと検証しなきゃならないと、まあ、ただ、一方でまあ例えばニュージーランドのクライストチャーチでえーモスクワ襲撃の事件が起きた時にニュージーランドのアダンという首相はえ私はこの犯人の名前を出すことはしないとそう犯人の名前を出して犯人に名誉を与えるようなことはしないんだというようなことを言っていたと記憶しております。まあ、それもも一つの見識であろうううというふうにも うわけですあるいは模倣犯を防ぐためにというところもあるんですが、えー、いずれにせよ、まあ、この確保された41歳の男も重体ということになっている。 うわけでえー、動機のの解明明ななななどがどがこままままで進むかかかかともだだなかなからかになってておおりりせんん、えー、メールたたくさんいただいております、えー、川崎市中原区安明さん、43歳の方、えー、参院選前最後の放送なんでその話題中心と思いつつも昨日の京都アニメーションで起きた放火事件は被害がすさまじすぎて言葉が出ません日本のアニメ制作会社でも一番と言えるところで起きてしまった事件犯人も重体とのことなぜこのようなことをしたんでしょうかと、えー、いただいております。 ンそうですねちょっと言葉が出ないですよねこの事件はあの、うん、私もすごくこうごめんなさい感情的になって申し訳ないんですが好きな作品が京都アニメーションさんが作った作品で好きなものってたくさんあって、うん、あのお会いしたことはないですけどその作品を通してこつながっているような感覚ってあると思うんですよね、うんうん、なんかそんな中でなんでこういうことが起きちゃったのかなっていうのは本当に、うん、あのごめんなさい。いや、まあ、もう <laughs> あのね、えー、映画監督の方々も悔しいちくしょうっていうようなね、ツイートしたりなんかしてますし、はいえー、海外を目に向けますと、このアニメーターの、アメリカのアニメーターの方がクラウドファウンディングで京都アニメーションを救えということで立ち上げたのが、私昨日立ち上げ1時間後に見たらすでに5万ドル、500万ぐらいが集まっていたんですが、はいえー、今開けてみるとですね、15時間が経って大体四九95万ドルぐらい、日本円に換算するとこれ これ1億円近くが集まっていると、うんえー、しかも、ですねこれ、えー、リーセントドネーションズという風のを見ますとおいろんな国のお名前がそして10ドルだとか20ドルだとか本当だから、これなけなしのね1000円、2000円とかこみんなが集めてくれているっていう。うんいや これは世界中からこう全員が集まってきているんだなっていうのをすごく感じる一方でだからこそどうして起こったっていうのは徹底的な検証とそしてえこの41歳の男に責任能力があるんであればきちんとした。 無声をけけななければいいの大にして言わなければいけないことだとだ思います、えー、この事件についてですね、えー、京都地元の放送局 KBS 京都の報道の方ともつないでどういったことが起こったのか今どういう状況かというところも後ほど7時10分過ぎのコーナーでつないでいこうと思っております。 あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。ニュースについてのご意見もお待ちしています。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん。取り上げるニュースですが、えー、まずはサンマについての国際会議が行われておりました。初めて上限枠を設けるということで合意したと、今日一面の方のところに書いている新聞も結構多いですね。それから、京都市のこの京都アニメーションの放火について、えー、そして日韓関係、あの募集校、いわゆる。 徴用工の仲裁手続きが期限切れを迎えましたが韓国政府は応じないと昨日期限を迎えましたそれから仮想通貨リブラについてそしてホルムズ海峡イラ,ンとのイランとアメリカの関係等々も詳しく伺っていこうと思います あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、まあ、京都アニメーションの事件について非常にたくさんいただいてますね、えー、ツイッターで議論になっているのが、まあ、今回この事件、えー、ガソリンをまいたそして、えー、20リッターの,その蛍光管が2つぐらいあったというような、ねうん、話、えー、がありました安さん,さんはツイッターでガソリンの蛍光管への販売とかこういう事件があるたびに厳しくなるんだろうなとでそれに対して若葉さんという方、えー、購入時に身分証明書を取るとかしてほしいと をいた,だきま,したまああのねそれこそ扱い方によっては爆発物に近いような燃え方をするというのがガソリンというものの性質でもあるということを考えるとそういう対応をしなきゃいけないのかでもそうすると普段の生活の利便性は損なわれることになるけれどもどっちを取るのかより安全サイドで不便はなんとかこう我慢するみたいな時代になってきてるのかなとも 思いますが、ああ、これは議論が分かれるところだと思います。 さあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんですおはようございますおはようございます先週はダイダでパーソナリティを務めていただきましたありがとうございましたそうなんだよそうなんだよなんだあれはいやなんだあれまあいいや大変だったでしょすい最初から噛んじゃってね噛みましたって言って始まった噛みましたかわいいなと思いやっぱり田さんはすごいねあれを2時間持たすってのはすごいね いや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 でも休まないでね。プレッシャーかかりました。いや今度は何の麺類を用意しとこうか。麺類とか食べ物え昨日もね。そそうそう。パスタあいうわかったのよ。うんアルデマットっと怒りが八割ぐらい減っちゃった。八割。そうなの。麺の効果が。だから静かにやったでしょ。静かにやったでしょ。スクープも言わずにね。今日も一つよろしくお願いします。 7月19日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一花です。 あなたと一緒にニュースを考えていく日本放送飯田浩二の OK 工事アップ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター外交評論家でキャノングローバル戦略研究所研究主官三宅邦彦さんです。三宅さんおはようございます。おはようございます。お願いします。よろしくお願いします。ます三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。はい、では最初のニュースこちらです。 日本や中国、台湾などの8カ国でサンマの漁獲枠を導入。上限55トンで合意。55万トンで合意。失礼しました。 日本や中国、台湾など8カ国地域がサンマの資源管理を話し合う NPFC ・北太平洋漁業委員会の年次会合は昨日閉幕しました深刻な不良が続くサンマの乱獲に歯止めをかけるため来年から北太平洋全体で年間およそ55万トンの漁獲枠を導入することで合意したということです去年まで2年連続で中国などの反対で決裂しておりましたが3年目の協議で初めての実現が決まり 日本の食卓に欠かせないサンマの支援管理が前進します。ということですがメールもいろいろ頂いてまして青森弘前28歳しんちゃんさん男性の方中国や台湾ってこの制限守るんですかとその通りなんですけどねもっともサンマってのはもともといっぱい取れて目黒のサンマが一番良かったわけですよサンマってののは庶民魚だったわけですよねだけどあのさをですよ。 人口10倍ある中国が分かっちゃったわけ、中国人が。分かっちゃった。分かっちゃった。分かっちゃったら食べますわ。食べますね。食べるためには取りますわ。取りますね。取るって日本の近くだとうるせえから、その外で取るわけですよ。はい。日本がうるさいから。そうやって取って、じゃあなくなるに決まってる。だから彼らがようやくね、それに気がついたというか、まあ、情報せざるを得なかったのは、それはそれで理由があると思うんですよ。やっぱり国際的にね。 とだけど、新ちさんのおっしゃる通りですよ、台湾は一応民主国家だからね、だけどそうじゃない国で、どこの国と言いませんけどね、14億人も人がいてですよ、そいつらが産パン食べ始めたらさ、そしたら欲しい人はる儲かるからね、おそらく。そうしたらば、この問題は55万トンですって言ったって、そうですかって話だから、取ったら。 罰則があるにね厳しく規制してなんぼじゃないですか、もし井田さん、あなたが中国の漁民でね、うるせえやつがいたとするじゃないですか、おかみがいて、もうそれはこっそり、こっそりじゃないこっそりは捕まりますよ。こっそり捕まる捕まらないようにする方法、わかる こうですよ。あれなんて言わないよ。<laughs> いこうですよ。<laughs> なんとかなこうですよ。ですよ <laughs> 手が手。ラジオじゃない。わかんない。手のひらを。懐の中に入っていく感じの。<laughs> それが一番いい方法だし、それを簡単に、あの、やめるとは思わないのね。はい。ですから。はい あの別に正当化するつもりはないんだけど、漁民だって、中それはら儲かるかし、もしくは生きていくためにやらざるを得ないわけだから、うそうなるとね、やっぱりねやめないっていうのは普通じゃないですかね。<ー>ですから、これからはあの55万トンが、はい、まあ仮に設定されたとしてもね、ね、えー、本当に国内で。うん 規制をしてくれるのか、はい、そして違反したものについては厳罰を出すのかどうかう等々についてはうんまあ各国の裁量に任されている部分があるから若干心配ではありますねおっしゃる通り。 確かに、しかも、それ、ね、上がってきた魚を、まあ、水揚げ港なりで、こう、測って、うん、それで、こう、漁獲制限じゃないですか。うん、そこの統計データだって。そうよ。まあ、それによってはね。うん。まあ、あの国はね、<laughs> はい、上に政策あれば、下に対策あり、いつも言ってるんだけども、うん、要するに、お上がこう言えばね、はい、それをいかに回避するか。ああ、言えばこういうそう、それが、あの、中国で生きていくためには、もう、絶対必要な能力だから、うん、それをね、やっぱり発揮してもらうと、55万トンじゃ まだな,ないよね やっぱり、<ー>うん、それは心配ですよね。うん、うん、でもなんかそうなってくると、まあね日本のこう規制っていうのもまあ自己制どうなんだっていうのもありますけど、でもやっぱり真面目にやっぱり日本はやるわけじゃないですか。うん、だから要するに目黒のサンマじゃなくなって、サンマは銀座に限るってなるのよ。いやーなんだか最近そんなの増えてますね。辛いよね。まあな美味しいんですけどね。本当いやサンマお前もか、まあ、うなぎと一緒かみたいなことになって。 まずはあーサンマの漁獲枠について、えー、お話いただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらです 京都府のアニメ制作会社で放火33人が死亡。建物の窓ガラスが全て割れ、まだ割れた窓ガラスから黒い煙が黙々と上がっている状態です。パンっていうような破裂音ですね。最初一回になって、それから燃えてる最中もパン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 になってるような感じですね。犯人の方は、私の家の前に倒れてて、逃げてきました。あの、火をつけてすぐに。血だらけで、全身焼け負った状態で。恨みごとをずっと言ってましたけど、パクられたとか。 取材した記者そして近隣の住民の方の声をお聞きいただきました京都市伏見区にあるアニメ制作会社京都アニメーションのスタジオで昨日爆発火災が発生し33人が死亡しました 京都府警捜査一課などによりますと当時74人が建物内にいた模様で負傷した35人を搬送6人の無事が確認されたということです身柄を確保された41歳の男は所持していた免許証からさいたま市在住と判明1階出入り口付近でバケツのようなものに入ったガソリンを巻き火をつけたと見られておりますえ警察庁によると放火と断定された事件の死者数としては平成以降最悪と いや驚くようなね、ね<ー>事件がまず起こりましたね、宮家さんね。ひどいね。本当、言葉ない。ですよね。この事件、詳しい情報についてですね、えー、現場となりました、京都の放送局です、KBS 京都の野村報道部長に伝えていただきます。野村さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。あのー、野村さん、現場入られてどういった状況でしたか、はい そうですね。えー、私があの、現場の方に駆けつけましたのは、はいえー、出火からおよそ1時間後の午前11時半頃でした。すで<ー>、えー、にもう周りは煙が立ち込めておりまして、はいえー、その、えー、現場となったスタジオの建物からは、えー、黒煙とそして炎が立ち上っていました。えー、周りも、あ、え、た、ー、りは、えー 民家が立ち並ぶ住宅街なんですけれども、はいえー、焦げ臭い匂いが立ち込めていまして<ー>、えー、現場から2、3分ほど離れた場所でも、はいえー、通行人の方はタオルなどで口を覆いながら、<ー>えー、歩く姿が見られましたうんあの現場となったこのスタジオですけれども、鉄、ま、筋、あの3階建てだというふうに報じられています、はい、もうじゃあ、3階までこう煙に巻かれているような状況だったわけですか。 はい、えー、その建物の方は、えー、およそ691平方メートルがまあ消失したということで、はいえー、その中の、えー、3階建ての建物の中,中は、えーで、亡くなった方は1階に2人、えーはい、2>, 2階に11人、そして3階は20人にも上りました、<ー>特に3階では、えー、屋上に続く階段。はい で、えー、折り重なるように、あのー、遺体が、えー、あ<ー>折り重なるように横たわっていたという状況だったということですそうすると、まあ、炎と煙で上々と逃げようとして力尽きたというようなことが考えられるんです、ね、そうということも推測されます、えー、あとこの火をつけられたその1階から3階にかけましては、はいえー、その、えー、階段とは別に、えー、フロアの中央付近に螺旋階段が、えー、吹き抜けで。 設けられてておりまして、はいえー、その螺旋階段をの吹き抜けが、えー、一気に火が回った原因ではないかというような推測もされ、<ー>えー、警察と消防がこれから詳しく調べることにしています、まあ、こう、いわば煙突のような形になってしまったんじゃないかという指摘ですね。はい、そういうことですね。亡くなられた方の状況などっていうのは、どうですか、警察などから発表等々はあったんでしょうか。 今のところ、あのー発表、詳しい発表はなく、うんえー、今後です、ね、これから身元の確認等を進める方針だということですうん、まあ、近所の方も、これは本当、先ほども、ね、少し、あのー、近所の方の声を聞いていただきましたが、現場付近に、私は、まあのー、取材中なんですけれども、はいえー、現場付近、も道路にはおそらく、まあ、怪我をす 逃げたと見られるこの従業員の方の血の足跡が残っていたり近所の人の話によりますと、えー、全身にやけどを負った方があの肩を組み合ってなどしながら、はいえー、やっとの思いで逃げてきて助けを求められたりしたなどという話もありましたまあ周りの、ね、住民の方や企業の方々がこう必死になって手当てをしていたという状況が報道されてますよね。はいえーはい、近くの 工事現場でもあの作業していた方々が、はい、悲鳴を聞いて現場に駆けつけて、えーえー、その建物の窓をこじ開けて、えー、数人を助け出したという話も<ー>、えー、聞きましたなるほどそしてこの放火をしたとされる41歳の男確保されてますけれども、えーはい、状況今どうなんでしょうか、えー。男もですね、はいえー、顔や胸などのあたりにやけどを負ったということで病院に 搬送されています容、えー、態の方もまだ不安定な状況ということで、はいえー、詳しい話が本人からあまだ聞けていない状況ですあ。これ、素性だとか、あるいは名前などについてっていう発表はされてるんですかえっとあの、正式に発表はまだありません。あまあ、なんか報道では、免許証が、ねえーえー、出てきたというような話はありましたが。えーはいはい、それを元に、えーえー、年齢 は、まああのー、取材で分かったんですけども、まだ名前等の、あのー、詳しい話はまだあの出ていません,うん。じゃあ、そのあたりも含めて、まあね、今後の捜査の状況、はい、発表待たれるという感じなわけですね。そうですね野村さん、どうも朝早くからありがとうございました。 はい失礼いたします。えー、KBS 京都野村報道部長にいい話を伺いました。まあこの現場というのはもうね、なんと現場だね。えー まあそのツイッターやメールでえー日本放送では6時から番組やってますんでいろいろといただいてるんですけれどもまあツイッターでの指摘ではまああのアニメ関心ない方想像できないかもしれませんけれどもこう原画とかがいっぱいあってまさに制作の現場となるとこれはもう美術館であったりとか博物館が丸ごと消失してしまったような文化的なこう部分というのもあるしまああのクリエーターの方々の,この才能ってものは二度と戻ってこないということを考えると。 ねえ、そして、な、三十何人もね、はい、プロ中のプロでしょこれは痛手ですよね全。アニメ界全体にとってね。はい。えー、亡くなった方のご冥福をお祈りするとともに、えー。怪我をされた方、一刻も早く回復されるように、えー、祈っております。ますえー、では、続いて、二つ目は、こちらです。いわゆる徴用工の仲裁手続き期限切れ、韓国政府は応じず。 いわゆる韓国人の元徴用工、まあ、募集工とも言われますううこの訴訟をめぐる問題日韓請求権協定に基づく仲裁手続き18日に韓国政府が応じないまま期限切れとなりました外務省は今日ナム・グアンピョ駐日韓国大使を呼び出して日本政府の見解を伝える方針です 宮家さん、これ、韓国は規定されてる手続き、一切、応じてこないですねひどい話なんですけどね、まあ、韓国の外交自体がもう変わりつつあるっていう意味でね、はい、そのどこまで説得に応じるかどうか分からないけれども、まあ、新しい時代に入ったなっていう強い思いをしますよね、まあ、特にね、日本政府のなんてかな対応ね、はいうん、考えてみたらですよ。 1945年以来、ね、うん、日本の政府がある国、しかも友好国ですよ、なった国ですよね、はい、その近隣のそれに対して、えええー、これだけ強硬な、ねはいえー、案を考え、うん、そしてそれを言った通り実行し、その上でで、まあ、ある意味でどのような結果が起きるんですよ、ねまあ、感受するというか、はいまあ、頑張る。 ある意味、腹食った腹食ったってことですよね。ま、勘認袋の方が切れちゃったっていうことなんだけれども、それって、ないんじゃないですか、今まで<ー>、うん。ですからね、その意味ではね、日本の外交にとってね、非常に大きな転換 つまり今までの日本の外交っていうのはどちらかというと、まあ、戦後はね、はい、平和主義、ええ、国連中心で、うん、国際協調でできるだけあの対立せずにね穏健、はい、に自制に自制を重ねてやってきたわけですよね、うん、だけどそれが今ちょっと変わりつつあるもうこれあの別に日本が悪いというよりもあの外国からそういう圧力がかかってそれに対してまあある意味で、えー 受動的にというか、はいえー、まあ相互的にね、えー、決してあの、イケイケで日本がやり,やりたくてやってるわけじゃないと思うけれども、しかしこういう時代になっちゃったんだなということをつくづくと思いますよね。ですから、うん、韓国の人たちはね、本当に、まあ今言ってもしょうがないんだけども、はい、これ日本本当に 起こってるんだってことを本当に早く理解してもらいたいなと思うんですね。うもう一つね、やっぱり大事なことはね、はい、いつも言うことなんですけどね、1930年代にね、形を変えての戻ってると勢いと、とね、そ勢いと、それからああ偶然と判断ミスの時代がまたやってきたんじゃないか。日韓がね、今まではね、はい、韓国はそうだったんだけど、えーえー、日本はそれに引きずられていませんでしたよね。し、えー、ここでね、ルービーコンが当たったのかなという感じがしていて。 ああこれはいくつくとこまで行っちゃうねとで行った後でどっちかまありをほとも出るわけですけども、はいえー、私はやはり経済マーケットがねうん、うん、大きなファクターになると思うだただそのそれとも政治的には厳しいと私は思いますけどねうん、うん、はい、えー、この時間三宅邦彦,彦さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も三宅さんにお付き合いいただきますおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです リブラ。1989年に近鉄で活躍した喧嘩っ早いいえー、外国人助っ人リベラではなくリブラリブラであります。阪神にもリベラっていうピッチャーがいましたね。 ここれはフェイスブックが発行していいる暗号資産仮想通貨のことを言います、えー、G7 ではこのリブラについてマネーロンダリング資金洗浄への悪用や各国の中央銀行が行う金融政策への悪影響などに懸念するう指摘がなされましたがではリブラとは一体どういうものなのかまずフェイスブックの利用者はスマートフォンのアプリを通じて多数の企業が参加するリブラの運営会社にお金を送金します。すると控えに仮想通貨リブラが発 発行されるわけです。利用者はこのリブラを使って買い物や国内外への送金ができるほか、リブラを現金化することができます。Facebook の利用者は世界でおよそ23億人いると言われていて、仮想通貨リブラは多くの人が利用することが予想されております。 まあ,ある意味、Suica やパスモみたいな入金するとその分のお金が中に入るまあ IC カード、カードは使わないですけどそれに今のところは近いものと言われていて運用を暗号でやると、はい、ただ、フェイスブックっていうのはそのような小さな会社ではなくてね国際的なまああのネットワークを持つ会社ですよね、しかもあのサイバーの空間で自由にやれるわけですからこれ、簡単に言うと。 まあ今までの,その主権国家が独占的に各国の通貨 EU は別ですけれどもえ各国の通貨をコントロールしてきたそのに対するまあ主権主義対ね その国際グローバリズムですよね、はい、で究極のお金に関するグローバリズムがこのリブラなんでしょうリブラってちなみにこのスペリングだとすると、はい、天秤座って意味ですよね。<ー>確か L-I-B-A-R-A なぜか知らないけども、まあ、それは置いといて<ー>その私が一番心配するのは、はい、これあの宇宙人がやってきてね で地球は全員,でもう全員で戦わなきゃいけないと。<ー>こうなるとあの国際的な協調が一気に進んでですね、はい、国際、世界政府ができるかもしれない。そうしたらリブラいいですよ。あ<ー>これは最高ですね。はい、だけど、そんな時代じゃないでしょ、まだ。うん、ということは各国の主権国家があの独占的に通貨をコントロールすることで、やっぱり機能してるわけですよ。はい、でこれをどうやってその変えるのか。 ななかなか一気に変えるんだったらいいけどそうでなかったら、はい、むしろ弊害の方が多いと思いますよ。なぜかというと通貨というのは、うん、まあ私は専門家ではないけれども思うにまず価値を。 価値がきまますすよよねね信用を与えることで同時にこれ、各国にとっては経済政策の一環でもあるわけですよね、中央政府の。ですから、金融政策ができなくなっちゃう可能性があるっていうことですよ。それはね、本当にわれわれにとっていいことなのか、もちろん短期的には便利かもしれませんよ。しかしね、これ、G7 が、もしくは AMF がね、これ、本当に自由にやらせるとはとても思えないですね。これは下手すると えまあ悪用されるだけじゃなくて各国の経済政策自体が機能しなくなるもしくは弱体化してしまって結果的にあのフェイスブックを利用する人たちはいいかもしれないけどもそれ以外の人たちのことを考えると実は非常に危険じゃないかなとですからまあこういう形で G7 がね財務省会合なんかであの反対しそうな雰囲気だっいうのはまあ当然だと思いますけど、まあ、アメリカのね。 会のの公聴会でこの話がや出ていていフェイスブックは信用できないというようなことも出ているし国家の主権の部分を著しく侵害するる可能性があると、うんまあ、その信用できないというか一企業にそしてそ,のそれに対してその担保できないわけですよね国家であれば、はい、民主主義の国であればでしょ、うん、ちゃんと国民がチェックできるわけだけども、はい、じゃあフェイスブックを誰がチェックするんですかと。えー もし各国ができなかったらそれはあの恣意的に運用されたらもう終わりですよね、うん、しかも影響があまりにも大きいですから、はい、だから EU だってあの中でもユーロだってうまくいってないんだから、うんうん、おそらくねですから、はい、それを考えるとそんな簡単じゃないと私は思いますけどね、うんえー、今日のキーワードリブラでした。 お送りしております、日本放送、飯田浩事の OK 工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー、飯田浩事と、新行一課がお送りしています。今朝のコメンテーターは外交評論家、三宅邦彦さんです。何笑ってるんですかいや、笑いますよ、そりゃ。なんだよ。何被ってるんですかヘルメット被ってるんいについに、ついに、小道具が出てきました。小道具。スタジオの中あったんでね。あったんでね。これならね、防げるかと思って。何を防ぐつも。いや、だから、風圧を。風圧を じゃあやってやるんじゃないかとやってやってみてくれよでは参りましょうこの時間最後のニュースをスタートこれいいヘルメットだねこれね夫完全に遮断できたよこれマジですよまあ本気の防災用ヘルメットですからさてイランがホルムズ海峡で外国のタンカーを拿捕 イラン革命防衛隊は18日ペルシャ湾のホルムズ海峡にあるイラン領ララク島沖で燃料を密輸しようとした外国タンカーを拿捕したと明らかにしましたこれを受けアメリカ政府はイラン側にタンカーの即時解放を要求しています これが一体どこの戦績なんだイギリス政府はこのタンカーが英国戦績ではないと発表したということですが、うん、そこも明らかになってますね,まあね戦績はあまり意味がなくて誰がオーナーかっていうことですよね、はい、あまあこのイランにとっては、はい、ジブラルタル海峡の付近でね確か <A> イランのタンカーが打破されましたよね<ー>イギリスにねシリアに行くか行かない、えー、でイギリスかっていう議論もあったんだけど、はい、まああの要するにやられたものはやり返すとうでね だけどもこれはあの非常にバランスがうまく取れてて、はいえー、決して飛車は出さないというのが今おそらく暗黙の了解でしょう,うだから船は穴開けたりね、はい、沈めはしない,しない人死んじゃうからね、はい、それから無人機は落とすお,<ー>お互いに落としてるでしょ。 アメリカもそうですねアメリカ側もイランの無事にこれも目には目を歯には歯をですよね。今度はタンカーやられたからイランもやってるだけどじゃあ、これ人が死んだり大事故になったり沈んだりするか今のところしてないですよね。ということはこれコントロールしてるってことですよイランが求めているのはアメリカに対する戦争でもなんでもなくておそらくイランがやりたいのは まあアメリカどうしようもないから、どうせ言うこと聞かねえからね。<laughs> 問題は、イランの核合意を、に署名をした。はい イイギリススフランスそれからドでも中国とロシアはどうせ支持してくれるだろうとうんアメリカダだめなんだから、はい、この中間にいるイギリスとフランスとドイツをなんとかこっちにイラン側にうんまあ取り込みたい、はいね、だからねもう僕ンの言うこと聞いてくれなかったらね、うん、わ悪いことになっちゃうからってやってるわけですようん、ね、だけどね、まあ、イギリスもフランスもイギリスはまあもう無理ですよね。はいあ だって、もう、もうタンやられてんだから、あれ、ね、やって、やってるわけですから、もうルビ君渡ってるわけでしょ。そうするとイランができることっていうのは本当に限られてくる。はい、うん。で、これで、 あのなんとか小康状態になることを祈ってはいますけど、うん、果たしてそれで済むかねうもう少しエスカレートするかもしれない、まあ、そういう状況のもとでこの有志連合運動会社が出てきたわけですよね。これ、いろいろな議論があるんですけど私は今結論を出すのは早いと思うし、はい、まだ時間は十分あるんだけども一般論としてですよ、うんはい、一般論として言えることは、まあ、報道である限り言えばね、えー、あのアメリカは 3か国に民間船舶の警護は求めない、ね、つまり全体については求めないと、はい、アメリカもあのあのアメリカ以外の船を警護するつもりはないし、<ー>各国が自分の国の船舶やし自分に関係のある船舶を守るかどうか各国の判断だと、しかもこれは軍事的なも連合ではないんだと、はい、要するにその海域で、あのホルムズ海峡の付近で、まあ、安全に、はい、 船が航行できればいいということであれば、まあ、一あの結論を出すのはちょっと早いけども、はい、自衛隊法には確か海上警察活動っていうのがあるんですよね。えーえー、ですからあの別にドンパチやるわけでもないし。はい しかし日本,、ま、日本の船を自衛隊が守るのは当たり前の話ですからその意味ではあの仮に船籍がどこであれね、はい、オーナーが日本であるのであれば守ってもおかしくないんで、まああので当初言われたこと時よりも、はい、ハードルが下がっているアメリカ側もそこはよく分かっているしるだって、アメリカの各国に対して自分の船ぐらい守れって言ってるんだから。はい ね、その自分の船を守るのは当然ですよね、でうん、アメリカは他の国を守らない俺たちは警察官やらないて言ってるんだったら、はい、それをみんな勝手にやればいいじゃないと、みんなが勝手にやれば自然にそこで、うん、なんていうかな警戒活動っていうのが広がっていくわけだから、はい、そうすれば誰がやったか知らないけど、老、うん、いたをする人が減るでしょと、こういう発想だと思うんですよね。そ、うん、それはそんななにあの大きな 昔言われた集団的自衛権だなんだとかそういう議論には至らないかもしれないなと今の報道だけですよですからもう少し様子を見てアメリカ説明してるんだからそれを聞いてそれで来週以降、考えていいいんじゃなですかかねそ現地19日なんで日本時間だと20日になりますけど説明会があるとそこでどういう計画なのかっていうところによって で、日本の。まあ、そういうことだと思いますね。これね、なんか、あの、やっぱり船を出すってことになると、その、対テロ特措法だとか、そういうのを思い浮かべますけど。じゃ、あそこまでせずとも。いや、オペレーションやれば、やる場合はね。オペレーションだったら、そうなっちゃうけれども、というところですね。でも、公海上、どこの。地公にも行けるんですからは。公の海にはね。はい。 ですからそれをみんなでやればいいという一つの考え方もあるかもしれませんなるほどいやそうするとあの国内の議論というのがまたちょっと変わってくるというか、うん、その議論がどうなるか次第ですけどもそれはあのみんなが何をやろうと今しているかを理解してからでないとでも遅くはないということですよね、うん、今先走って大変だ、大変だというんじゃなくて、えー、まずはお話を聞きましょうと、えー、<ー>それでいいんじゃないんですかね。なるほど できないことはできないんだからねどっちみちまあそうですよねできることはやればいいしできないことはできないまあ他の国の船なんか守る必要ないんですからアメリカがやんねんだから私やる必要ねえだろ自分たちのことだけやれいいんですよそれって集団的自衛権じゃないですよまあどちらかというと個別の話です えー、今日のスクープアップホルムズ海峡についてでありました、えー。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。